10時9分発の名古屋行き、名古屋まで指定席でしょうか。あ、はい、お願いします。ここまでの切符か IC カードこちらにお願いいたします。あ、はい、席なんですけれども、お高くお住まられますか。あ、住まないです、はい、窓側で、はい、ありがとうございます。キャンセルしております。普通に480円でございます。はい、1万円から。お願いいたします。領収書はご利用でしょうか。あ、お願いします。お願いいたします。この他3520円のお返しと、領収書もお渡しです。あ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。OK! I got a ticket! 今から、名古屋の友達に会いに行くのでお土産を買いに行きたいと思います。新幹線の駅には必ずお土産が買えるところがたくさんあるので、ね、誰かに会いに行くときはお土産を買いに行くといいです。ちょっと探してみましょう。あと何分あるかな。あと10分ぐらい、うん、何がいいかな。こんなの使おうかな。さやかパック抹茶のパック、やっぱり大阪名物のお菓子を買いたいので、なんかいろいろあるな。なんかいろんなものがあって何を買えばいいか分かんないな。もうちょっとこっちも見てみよう。こっちはお菓子じゃなさそう。お菓子を買いたいから。なんか面白い、これコーヒーかな、知らんけど。なんでやねん、好きやねん、大きい関西弁が書いてあるだけじゃん。あ、これいいね、これいいね。ポッキーの抹茶味とフリッツのたこ焼き味、これいいですね。これにします。決めるの早いフリンツェルのたこ焼き味、これにしようはい、新幹線に無事に乗れました。ギリギリだった、危なかったんですけど、ギリギリ新幹線に乗れました。今新幹線に乗って名古屋に向かってるんだけど、名古屋に私の友達に会いに行きます。でその友達はみんなも絶対知ってる人です。でもそれは名古屋に着いてからのお楽しみです。はい、じゃあまた後でね。 OK、 名古屋に着きました。今から改札を通って私の友達を探します。行きましょう。なんかこれ斜めだな、斜めになってる。これでいいのかな。 OK、 ここでいいかな。この北口から出ます。ここにチケットを入れて OK。 乗車券も入れてください。もう一枚。もう一枚あります。あれどこに入れたかな。これかな。これじゃないな。あ、これ。これですか。そうですね。これ2枚まとめて。すいません。ありがとうございます。あ、取れた。ちょっとめっちゃ恥ずかしい、めっちゃ恥ずかしいねんけど2枚入れてくださいって言われて1枚しか入れなかった。イエーイ、久しぶり。はい、名古屋に着きました。さやかです。こんにちは。イエーイはい、さやか、今からどこに行く。今から名古屋城に行きたいと思います。やった。そう、徳川園っていうところに行きたかったんだけど月曜日はお休みでした申し訳ありません。申し訳ありませんなので、名古屋城に行って、はい、その後
名古屋の美味しい料理を食べて、はい、ブラブラ歩く。そう、ブラブラ歩き回りたいと思います。はい、じゃあとりあえず今から電車に乗って名古屋城に行きたいと思います。じゃあまたね。またね。名古屋城に着きました。イエーイ。今から上に行きたいと思います。名古屋城の有名な、はい、シャチホコ、金のシャチホコですね。でここで水を入れることができますね。はい、ただで名城金庫水。さやかはどこ出身ですか？私は愛知県出身です。愛知県のどこ？愛知県の三河の三河地方です。三河地方。名古屋じゃない。おお、え、愛知県のどこ？南の方。あー、そうかそうか。じゃあちょっと田舎の方。あ、そう、田舎です。田舎ですね。田舎、田舎。じゃあ外国、お、ドーメンちゃん。外国の方が名古屋に来たらどこをおすすめする？名古屋城と大須、大須と歴史興味がある人だったらやっぱ徳川へ。何か歴史について学べると思うので。学ぼう。歴史について学びに行きます。はい、今日は学びに行きたいと思います。地元を知ろう。はい、ありがとうございます。今日は月曜日だから人が少ないけど、うん、土日とかに来たらやっぱり人多いかな。もうちょっといるかもね。うん、あのやっぱ観光客いないから今。確かに確かに。大阪城とかもガラガラ。観光客ってやっぱパッと見でわかるよね。なんかわかるわかる。この石垣すごいよね。これどうやって作ったんやろうっていつも思う。なあ、ね、めっちゃ時間かかった。昔の人すごいよね。昔の人はすごい。機械も何もないのに、ね、手で全部作ってるから。はい、名古屋城に来ました。いや、天気良くなってよかった、ね、かったね。なんか曇りになるかなって思ってたけど、うん、めっちゃあったかい。すっごい頑張ってる人いる。すごい頑張ってる。どう、いい写真撮れた？あ、ちょっとこれダメ。これダメ。これダメ。この名古屋城はね、この城の上のこのシャチホコが有名ですね。うん。これあのさっきの件で中入れるのかな？玄関はいい？うん、どこ？この玄関。あ、先、あっちに入ってからこっち行こうか。うん。お城行こうか、後で。あの、お客さん。そうね、玄関にまず入って、そこで待たないと、じゃないと、将軍に会えないってことだよね。多分。そうだね、将軍に会うまで待たされる。待たされる。あ、ここじゃない？すごい感染対策されてますね。そうですね。こちらで注意事項こちらでお聞きください。はい、お待たせいたしました。寒い中お越しいただきありがとうございます。ありがとう。めっちゃ出た。そんなに出ると思わなかった、ごめん。あ、ここからそう、フラッシュは使っちゃいけないけどカメラは大丈夫ですね。めっちゃ綺麗な。あ、すごい。わお。おお。ふすま絵。1615年に建てられました。だから400年前？400年前だね。に建てられましたね。あ、でもほら、やっぱり。戦争で焼けたのかな、これが。焼ける前の名古屋城だから。すごいね。
焼けたと思う。あ、ほらほら。うん。1945年の空襲で天守閣とともに全焼。へー。戦争で焼けちゃったけど、また建て直した。ね。さやか、ここ来たことある？あるはずだけど、あんまり覚えてない。久しぶりに来た。うん、すごい久しぶり。あ、そっかそっか。多分こんなに人少ないことがあんまりないんじゃない？わあ、すごい、めっちゃ綺麗。天守閣の中には入場できません。入れません。だからここから見るだけ。しょうがないね。ちょっと散歩する？この辺り。そうだね、うん、このお城の周りをぐるって回る。うん、OK。 じゃあ今からどこ行く？はい、今から名古屋名物の味噌カツを食べに行きたいと思います。味噌カツめっちゃ好き。味噌カツ、あ、食べたことある？あるけど名古屋では食べたことないから、うん、食べましょう。ヤバトンというお店に行きます。やったー。電車に乗っていく？うん、電車に乗って、でも10分ぐらいで着くかな。うん、うん、オッケー。めっちゃあるわ。あ、ほんまや、めっちゃある。今どこがいい？このどこでもいい、ね。まあ、一番近いところでもいいし。そうだね、とりあえず駅に行きます。駅に行って、その後電車に乗って、うん、味噌カツ屋さん行ってダラダラして。ね、さやかと私がなんかコラボしても結構ダラダラする時間が多くて。そうだね、それも好き。その方がいい。よかった。普通に話せるから、いろんなこと。そうだね、そうそう。で、その後はまた商店街を。そうだね、大須商店街に行きたい。うんうんうん、そこでもなんか食べれるかな。食べれる。食べる。食べること。美味しい唐揚げがあるんだけど。ヤバトンの味噌カツ食べた後にまた揚げ物はくどいかもしれない。揚げ物ばかり食べる。しかも食べることしか考えてない。味噌カツの後の商店街歩きながらなんか食べるよねとか。でも商店街いろんな国の店があって面白いかな。オッケー。うん。じゃあとりあえず味噌カツ食べに行こう。はい、行きます。またね。金箔が乗ってるアイスクリームの店を見つけました。絶対食べる。でもさ、これ一ついくらだと思う？みんなアイスクリーム一つ980円です。ハーゲンダッツでも高いのに。ハーゲンダッツ、ハーゲンダッツの4倍、3、4倍。でも食べたいね。食べたい。やばい。ちょっと待って。やばいやばいやばい。ゴールデンアイスクリーム。初めて見たこのアイスクリーム。すごい。キラキラ。ご覧ください。ご覧ください。こちらをご覧ください。金箔、ちょっと私も顔色を。金箔がついております。ちょ、これにフォーカスされてほしい。すごーい。いただきたいと思います。はい、いただきます。ちょっと食べてみよう。あげる、あげる、あげる。ありがとう。はい。ありがとう。さやか、さっき食べてみて。どうしよう、どこから行こう。上からいいですか？いいよ、そこから。おぉ。いただきます。どう？ん？ソフトクリーム。あ、金関係ない。金の味わかんない。金の味わかんないけど、甘い、甘くて美味しい。ミルキー。金食べたことないからわかんないけど、ちょっといただきますね。ここに金が乗ってますね。いただきます。ソフトクリーム。甘い。え、でも
ミルキーだね、すごい。ちょっと金ここについてる。じゃあ金だけいただきたいと思います。できた。うん、あんまり味説明できないけど美味しいです。フードレポーター失格。フードレポーターできないね。いやいやー、来た。味噌カツのお店に来ました。中入る？うん、入ろっか。うん、ロースとんかつ定食を2つお願いします。はい、タレは両方とも味噌でご用意してよろしいですか？あ、はい、はい、ご注文以上でよろしいですか？はい、はい、お願いします。1つはご飯少なめにしてもらえますか？お値段変わらないですけどよろしいですか？あ、はい、大丈夫です。ロースとんかつの定食が2つで1個ご飯少なめですね。はい、はい、お願いします。イエス、味噌カツ。いただきます。プリプリ、プリプリです。プリプリ。名古屋に来たら味噌カツ食べてね。名古屋の人は家にかける、つける味噌が絶対かな。でもある人が多くて、そうなん、そう、うちで味噌、うちでカツを食べる時も味噌つけて食べたり、おでんも味噌で食べる。はい、何商店街だっけ？大須商店街です。大須商店街に来ました。面白い店があったら皆さんに見せたいと思います。レッツゴー。どんどんブログが適当になるっていうのがいつもの傾向ですね。商店街にある服のお店ってなんかちょっとおばあちゃん、おばあちゃんの服が売ってる店が多いね。おばあちゃんの服と、うん、ちょっと派手めな服が多い気がする。そうだね、だから商店街に服は買いに来ないよね。そうだね、食べ物とか、そうそうそう、野菜が売られてる。こういうところの野菜って安くない？ちょっと見に行こう。ほら、やっぱ人がいるもん、いっぱい。絶対安いんだよ、ここ。キャベツ98。あ、安いわ。スーパーじゃなくて商店街の野菜は安いです、皆さん。ほら、新玉ねぎ、ほら30円やん。30円。うん、ねえ、人参もこれだけ入って100円。名古屋まで来て、名古屋まで来て八百屋さん紹介。いや、でも安くない？安い、ね、スーパーより安いで。本当だね、うん、こういうところの、あ、トマトこんな入って100円。え、トマトを普通のスーパーで1個100円ぐらいするときあるから、いや、98円。わお。あ、メイドカフェの方が、あれ、さやかさん、メイドカフェ行きますか？恥ずかしくなっちゃう。恥ずかしくなっちゃう。なんか萌え萌えキュンって言われて、そうそうそう、美味しくなりましたかって言われたら、うん、美味しくなりましたっていうの恥ずかしくなっちゃうかもしれない。行ったことある、メイドカフェ？ない。私一回あのアーリーと行って、マジ、東京にいる時に、マジ、そう、萌え萌えキュンって言われて、うん、やった？やった？やった。あとアーリーにもやらせた。さすが。そう。さすが。いや、でも一回は行ったら面白いと思う。本当。萌え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 キュンって言った後にもうなんかもう気持ち悪ってなる。自分が気持ち悪ってなる。萌え萌えキュン。あ、すごい、なんか国際的な食べ物が多い。こちらはベトナム。ベトナムフォー。へえ。中もベトナムっぽいんだよね。へえ。現地っぽい。あ、ケバブもあるやん。
ケバブ。こちらはこちらケバブですね。こちらはナッツ。なんかあの愛知県って結構移民の方が多い。あ、そうだね。あ、だから多分こんなにいろんな国の料理があるのかもしれない ね。確かに。鬼は外。鬼は外。やってくれた。今日さやかに恥ずかしいことばっかりさせてる。あの名古屋のところで、そう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 。どう？なんだこれは。これは何？金太郎。行けー！金太郎行けー！なんか金の玉がありますね、あそこに。金の玉。金の玉まで。レッツゴー！金の玉までレッツゴー！はい、大須観音というお寺に来ました。今からちょっと入ってみたいと思います。あれ、さやかどこ行った？さやかー！怖い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 。わ、すごい、ハトめっちゃいる。ハト、ハトすごい。大丈夫大丈夫大丈夫。ここは撮影しちゃいけないと思うので一回切ります。あ、見て、頭が良くなりますように。おみくじ1回200円。はい、さやか、今年おみくじ引いた？引いてない。まだ？引いてない。私もまだ引いてないから2人でちょっと引いてみよう。引いてみましょう。じゃあ今からおみくじを引きたいと思います。2022年初のおみくじを引きました。じゃあちょっと、やだ、ドキドキする。ドキドキするな。今年の運が書いてありますから。ドキドキする。ドキドキする。ちょっと一回。どうしますか？さやかから。じゃあ、開けまーす。はい、せーの。あ、一番中途半端なやつ。中途半端？ですね。はい、あ、小吉。小吉でもいいやん。何これ？なんて書いてる？何事も控えめにし、自身を守り、誠実な日常を送れば大きな幸せがやってくるでしょう。願い事とかはどう？願い事、焦ってはいけません。人に任せた方が良いようです。人に任せた方がいいんだって。なるほど、うん、商売、大した損はないでしょう。まあまあ、中吉。あ、負けた。これ勝ち負けあるの？ないか。ないね。で、大吉、吉、中吉、うん、じゃあ2人とも、まあ、悪くはない。良くもなく悪くもない。良くもなく悪くもない。そう、おみくじを引くとここにね、たくさん書いてありますね。例えば願い事、願い事は遅いけれども後で叶うでしょう。ゆっくり焦らないでってこと。今年1年焦らず一つ一つ頑張ります。頑張ります。はい、ミクリアルジャパニーズのミクです。日本語できたのさやかです。イエーイ。何これ。はい、じゃあ今から、2人でカフェでダラダラしたいと思います。はい、じゃあ見てくれてありがとうございました。ありがとうございました。まったね。あ、さやかの YouTube と Instagram フォローしてね。お願いします。見てくれてありがとう。